海に囲まれた日本海は資源の源であり水産業や観光業などさまざまな産業が発展してきたしかし今その産業や海の環境そのものが危機を迎えているこれらの課題解決に立ち上がったのは高校生常識にとらわれない行動力と哲学的思考で目指そう。 海の持続可能な利用と保全この授業は日本いや世界を大きく変えるかもしれない「ザワザワ高校開校です日本財団海と日本プロジェクトザワザワ高校海の未来を変える哲学」 この番組では、現役の高校生が哲学的思考を通じて、海に関する様々な課題の解決を目指します。今回司会を務めさせていただきます。佐橋き佳です。皆さんよろしくお願いします。ししますそして、学級委員長はこの方ジャーナリストの堀潤さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 だいぶ季節も移ろい始めて前回、本当に命の危険を感じる暑さの中海も行った、街も行った、良かったですよね、街中を歩いてね人々の、なんて言ったらいいのかなあんまり根掘り葉掘り聞いてみないと分からないストーリーっていうのはちゃんと皆さんがあの自分の言葉でもう一回表現してくれたっていうのはととっっても良かったと思いますよみんなの感想もね振り返ってみて聞きたい。 え前回、ね、もうめっちゃ暑かったです、ね、<laughs> もうすっごい暑かったけどもうそれすら記憶なくなるぐらい楽しかった記憶が今残ってて<ー>でそのやっぱ面白かったじゃないですか。<ー>前回地元学の手法を用いて町中でフィールドワークを実施住民の方へのインタビューなどを通じ海の町高浜が持つ多くの宝に出会いました。今回からは 哲学の手法を用いて、うん、海と共に歩む高浜町のさらなる可能性について議論を深めていきたいと思いますいよいよですねはい。豊橋技術科学大学准教授岩内翔太郎先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします<ー><ー>岩内ですよろしくお願いしますついにですね学学ついに来ましたね来ましたね、うん、はい去年から講師を担当してもらっている岩内翔太郎先生 ラグビーで国体出場経験もある岩内先生、海に関しては泳げないので見る専門。実はあのヨーロッパ哲学の始まりって古代ギリシャなんですよね。で古代ギリシャって海に囲まれてるんですよ。うん、なんでそのことと哲学が関係あるのかというと、海を通じて違う感受性とか価値観を持った人たちが集まってくるんですよね。<ー>だからまさに多文化環境で,でみんな困るわけですよ。うん それぞれぞ信じてる神話とか宗教はあるんですけどそれを言い合っていてもどうにもならないじゃないですかでそこであじゃあそもそも根本から考える必要があるよねって出てきたのが哲学なのでまさにこう海と哲学っていうのはそういう意味で始まりに関わりがあるっていうふうに。 言えると思いますね。面白いですね海はいろんな文化の出入り口でもあるんですね、うん、今日はそんな海について高校生の皆さんとどんどん哲学していこうと思いますえそれでは岩内先生早速なんですが授業の方をよろしくお願いいたしますはいじゃあこれからそ,のそもそも考える哲学ってどういう風にやっていけばいいんだろうっていう話をしたいと思います哲学対話っていうのをこれからやるんだけど哲学対話って3つの 段階に分けられるこれるこよく覚えておいてほしいんだけど、いや、こんなもん言われなくても、パッと見りゃ分かるよと思うかもしれないんだけど、これから対話をしていたら、自分たちがどこにいるんだろうかってことをあの常に考えてほしい。じゃないとね、いつの間にか問いを出したいと思ってたのに、問いを出してなかったりするんだよね。だからこれから言う3つのことは覚えてください。まず最初に問いを立てるんですね。考えるためには、何か考える問いが必要です。例えば海って 大事ななのかな自然って私たちどうやって関わってるのかなっていうふうに言うことはできても問いが立ってないとそれについて考えることはできない例えば海,と海が大事なのは何でかとか自然とは何かとかそういう問いの形になってないとやっぱり探究っていうのは進まないんだよねでねでこれみんなテストだったら問いはあるでしょテスト見たら問いは並んでてそれを解くだけだよねだから結構問いを立てるっていうのはみんな慣れてないと思うんだけど ここを今日は特に頑張ってほしいって問いを立てるそれからその問いに対してみんなで探究するこれは考えるんだよね自由に言葉を交わして考えるで最後に今日の哲学対話ってどうだったんだろうって振り返るこれ振り返りっていうのも結構大事でなぜかっていったら探究っていうのは一度で終わらないのでじゃあ次の課題って何なんだろう次の問いって何なんだろうってことを振り返りの場面で考えるこの3つからまずできてますよってことを覚えてください 哲学対話には大事な五つのルールがありますみんなが安心できる空間であることが対話の大前提です結構ね、ミュウなんかいたそうな感じですか、ね、あ、いいですか<あ>えっと、<あ>問いを立てるってところがいいその去年はやってなかったので難しそうだなっていうのはちょっと感じましためっちゃいいとこじゃんはい。そうなの。去年と今年の違いってそれよ去年はさ、もうあらかじめテーマ与えてたでしょん これについて考えましょうねって,言って考えたよね。うん、友情とは何ですか。はいどうぞってなってたよね。で今年は考えることを何について考えるかを考えなきゃダめなんだよね。うん、ザワザワ高校海の未来を変える哲学。 この番組は海で進行している環境の悪化などの現状を子どもたちをはじめ全国の人が自分事と,として捉え海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくためオールジャパンで推進するプロジェクト日本財団海と日本プロジェクトの一環として行っていますいよいよ哲学対話この海が見える場所で行っていきたいと思います今回先生初めてだそうですね こういうい場所でやる対話本当年間もうずっと哲学対話やってるんですけどこんなロケーションで哲学対話やるの初めて<笑><笑>私泳げないんでちょっと不安もあるいいで,す、ね、でもここから見えるインスピレーション先ほど冒頭ね哲学の起源ギリシャ まさに海に囲まれた、なんかそんなことを彷彿とさせるいいロケーションですよね、いや、本当ですよね、なんかこう、開けていて、なんかこう、思考もぱーっとこう遠くまで行けそうな、それでは早速、哲学対話、始めていきましょうかじゃあ、先に説明したように、今日哲学対話、まあ、初めてだと思うから、まあ、リラックスした感じのところから考えていきたいと。 この町に来たのそうなんよ、うん、みんなはさ一回目二回目ってこの町でいろんな調査したりいろんな人の話聞いたよねそれどんな話だったのか教えてくれるかな <laughs> 誰か。一気に上がった玉船美優順番行こうか向こうにその家の住宅地があってそこの住宅地が 屋根の高さを一定にするんじゃなくてあの段階ごとにしていてその家の大きさを変えなかったんですよ。でそこの理由を聞いてみたら漁師の,の人たちが使うところでみんな平等にするためって言っててそこがすごい高浜の良さなんだなっていうことに、えっと、気づきました。そそれは面白いいですねこう街を見た瞬間にもなんかそういう 対等さとかっていうか見えてくるってことですよね。そういうことでした。ね、あれ面白かったね。はい、面白かったです。ー次、玉筆<船>。はい。やっぱ今高浜って変わってる感じがします。うん一般人の方でもちゃんと料理できるように加工したやつを売っていってり、まあそういう無人販売所とかという新しい試みをしていたりして、まあそういう高浜が変わっているなと思います。そうだよね。この目の前の施設も。 みんなで工夫して新しい試みでみんな新しいこう魚のアプローチっていうのが詰まってるところを見に行ったんだよね魚離れがね増えていく中簡単に調理ができるものっていう、うん、若い世代にとっても例えば子育て中の親御さんたちにとってもすごく使いやすい魚っていうのがみんなのアイディアで商品化されていたりとかっていうあの話だよね、うん、それ大事ですね 家で魚さばいて全部最初からやれって言われたらやっぱり厳しいですもんね<変>はいやっぱりそう,いうそういう子育て世代とかに響くような商品っていうのは、まあ、私は嬉しいですね個人的にはそれでみんなにあなんか大体みんなこう聞いてて最初なんか高浜の人たちの人間の魅力が出てでそれからこうまづくりとかそ商品開発とかっていうそういうそういう面でのこう魅力も出たけどみんなはどうなのこう高浜に正直住みたたいと思ったの 思わずみんな外を見上げて<心> <laughs> 正直言うと住みたいなって思いました<ー>ていうかなんかその住みたいなっていうよりもなんかそのここに長くいたらなんか自分のその考えとかがなんかその新しい考えとかが出てきそうだなっていう感じがしたのをその前回実は思っててでなんかその高浜のいろんな人の意見とか聞いた時に なんかその自分にはなかった考えじゃないけど家まで平等にしようとかそういう考え平等って出てくるじゃないですか自分の,なんかその頭の中にも普通に平等って言われたらこういうことだなって出てくるけど家のサイズ一緒にしようまで出てこないじゃないですか,、うん、なんかそういうそこまでの優しさとかっていうのがここにはあるからなんか長くいたらそういう新しい考えとかも自分に出てくるんじゃないかなって考えて。 だからその住んでもいいなっていう住めるなって思いましたそうだよね都会だったらタワーマンの回数で、ね、全然ねカースト決まってるもんね <laughs> 全然違うけどでも一緒じゃないですかそういうのもあるしだなって思いましたえいいですね素敵他には正直でいいんだよ僕は正直今の住んでるところでいいかなって思いました、うん、観光 とかとして全部もうなんか全部見るみたいな面白いところを探して見るみたいな感じでいいかなって僕は思いました住みたいってよりは来たいっていう感じです、ね、あそうですう正直な意見だよねあの、うん、やっぱり人によって好み近い違うからさ、うん、これだけの人数いて全員が意見一致してたらそれこそ得体の力が働いてるよ全体主義だよ やっぱり結構哲学対話でこれからやっていく上で大事なのはあんまりこう忖度せずにもちろん我々にもそうだしテレビにもそうだしあんまり忖度せずに率直に自分の思っていることをスッと言った時にそこからこう考えていけるその範囲が広がってくるからあのぜひあんまりこうさっきも言ってるけどリラックスして何でも言っていいんだよっていうのであの言ってほしいね分からなくていい急がなくていい対話を進める場作りいよいよ整ったようです ここからは問い出しという良いよあの三つのステップみんな覚えてるかな。みんななんか頭に思い浮かぶ問いとかあるかな。問いの形になってなくても、こんなこと考えてみる、見てるんですよねとか。こんなことちょっとみんなで話し合いたいと思ってるんですよね。でも。それをみんなで問いの形にしていけばいいんだよね。どうだろうか。キング。最初の方に。進めるかどうかっていう話が出てきたじゃないですか。 その時に住みたい町と観光したい町の違いっていう何なんだろうなってちょっと思いました住みたい町と観光したい町の違いとは何かあこれは問いの形になってるね今はこれ考えなくていいからね問い出しだから問いが出ればいいんですあの考える時間は後であるから今住んでる町に対して好きって言うならなんかまあ なんか言葉にするのは地元愛じゃないですけどなんかそういう地元愛ってどこまでの範囲で言うんかなっていうのが地元愛とは何かって感じかなま、はい、っすぐやると、はい、あそえー、っとなんかその今の話とかみんなの話聞いてて思ったのはそのなんでわざわざ愛そうとするのかみたいな,<ん>なんか何かを愛するす。 なん何かを愛そうとする考え、なんかない方が楽な気もしなくもないし、わざわざもつれとかがなくなるし、とかもあるから、なんでなんだろうなって今思いました。それ心さんが言ってるのは、対象は別に人でも自然でもいいわけでね。なんなんであのこの人のこと好きになるのか、愛するのか、なんで海を愛するのか。 なんで砂漠を愛するのか。うん、でも何でもいいけどなか何かしら好きって言いたいじゃないですか。言いたいね。なぜか人間。なんか言いたいじゃないですか。なんか愛してるとかなんか好きとか言いたいじゃないですか。なんでだろうなって。<laughs> なるほど。<laughs> 面白いね。ホリ <laughs> さんとかどうですか。今こう採用。問い,をいやいいですね。なぜわざわざこう愛するとか好きになるとかポジティブなものを求めなきゃいけないのかっていう。 その問いは非常に大切ですね。問いの立て方、この時間が本当に。この後の。探求の要だっていうのはよくわかりました。他になんか、言いたいことある人いないかな。うん玉人は何で海を守ろうとするのか。あ,あ、いいね。シンプルでいいね。その、さっき言ったように、うん、サンマを食べるためだけでもありますけど。例えば、その。哲学的に、その。 魚を守ろうするとかそういうのはなんでなのかなって思いうのもありますそれ面白いねそれを哲学的に考えるっていうのは難しいけど面白いよねそれどういう意味で難しいかって言ったら哲学的に考えるっていうのはあんまりこうデータとかを調べ物をして考えるっていうよりはそれぞれのこう具体的な生きている場面からなぜ海を守るのかってことをやっぱり考えるってことだからさだからあの。 いろいろ調べ物して海について海はこうなってるこうなってるではないんだけどあの哲学の視点からそもそも何で海を守ろうとするのかという問いを考えてみるというのはまあこのまあ去年から続いているこのプロジェクトのまあ一つの中核のし問いだろうねざわざわ高校は海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広めることを目指す 日本財団海と日本プロジェクトの一環として実施しています。哲学隊は続いては問いの中からいくつかをピックアップ、その本質に迫る探求を行います。この問い、あの二つどっちでもいいけども、まあ似てる問いだけど、あの思いついたこととか考えたことあったら教えてほしいんだけど、どうスーさんとか、うん。あの な,なぜ人は海を守ろうとするかでなんか海からいろんなものをもらっているからじゃないかって思っててその海から魚とかそれこそ海の水をろ過したら飲める水にもなるしそういうものをもらっているから逆に対象というか逆もらっているからじゃあ何かしてあげようじゃあ守ろうっていうことになっているんじゃないかなって思いました。 なので海からいろんなものをもらってるからまあその見返りとは言わないけどそのお返しとしてあの守ろうとする追加それか持続させるそのもっともらいたいしみたいな感じじゃないかなって例えば魚が取れなくなったら困るから海を守るんだ、まあ、そうだよね。うん正しい あの地球ってよく多分よくできていて何かしらその自分,自分の,地の地球自体に何かしらそのよくない影響が起きた場合その原因を排除しようとしてるのかなと思って、うん、で最近言った例で言うと海面上昇とかで氷山が溶けて中に入ってたん、ね、か有害なウイルスが出てきたとかそれ人間に害があるもんじゃないですかで、まあ、海面上昇で人間が住むところがなくなるとでそのまま行ったら海に人間が滅ぼさ,滅ぼされてしまうのではないかと。 いうわけでだからそうなんないように我々自身自体自身をその守るために海の環境を守んなきゃいけないみたいなと思ったんです、ね、それたたしし今考えたのずっっと思ってましたそれ結構ねあのボードリアールっていう哲学者が「その悪の知性」っていう本で面白いこと言っていて我々が世界を見てるんじゃなくて世界の側が我々を見てるんだって言ってるんだよね。 世界は善と悪の均衡それ自体が取り戻そうとするから今、正しく言ったように海の方があの自分にとってマイナス要因を排除するという動きを見せていて人間中心じゃなくてね海の側が我々を排除しようとしている海の例は出ないんだけどそこでそれとも本当にあの重なる今考えを聞いてびっくりしたすごいなんか刑事上学的だ難,しい難しい論理だけどでもなんかそういう発想も必要なんじゃないかと私は思うよね。 いつも人間が中心で人間にとってじゃなくてむしろ海の側がわれわれに何かやろうとしてそれを防衛するって発想だって必要なんじゃないかってことでしょい、うん、いや恐れ入りました <laughs> 難しした難ね、うん、じゃあ2年目にしてもうなんか ただのおしゃべりじゃなくなってきてるな、これな普段学校ではあんまり言,言わないだろうって言われてるんですけどね、そんなことあだからそういうのを歓迎での普段学校では言ったら変だって思われるそれこそね、変だって思われるようなことを <laughs> あのこの場所では言っても変だって思われないっていうのもっとほら変な人たちがこうね、いる,ね <laughs> いるわけですから、はい、変を極めた方々がね、う並んでるわけですから、大人が <laughs> 他の人と。 その魚とかを美しいとか思わなくなったり、あのー、食べたりとかしなくなった場合その海って別に守る必要がなくなるんじゃないかなって思っててなので今の人間にとって海は大事っていうものなんで守るるっっっててていいいう考えになななんじゃないかなって思いますやっぱりあくまで海を守るっていう時には誰が守りたいのかっていうのがあって。 それを抜きにしては、あんまり考えてもしょうがないってことだよね。サンマを食べたい人がいて、守りたいってことがあるってことだね、うんお。キング。あの水がなくなると。まあ、大和感も枯れちゃって。全部砂漠化しちゃうんで。そういうところ、観点からも守らないといけない。ような気もします。そうだよ、ね。なんか海だけだと、なんか海産物とか、海の生物ってイメージになるけど。 その水がなくなったら砂漠化が起こってもう結局その農作物とかも取れなくなって人が住めなくなってみたいなそういう広がりがあるってことだよね。うん、はあ面白いね。確いね。台風のね大きさ勢力をたの保ったまま本州直撃みたいなのも海音海の温度が高温だからだもんねいやそうだよな,、うん、なんかそうやって考えたらいや前回の収録台風で飛んでるからさ、うん <laughs> あれも海なんだよなとかって今堀 <laughs>、ね、さんの話聞いてて<笑><笑>思いましたそうですよね海の体調が悪くなると収録すらできなくなってくるっていうね <laughs> 本当そうだよねじゃあさ今結構海についていろんな意見出してくれてるんだけどなんかこの問いの中でこの本質考えたらいいんじゃないかみたいなキーワードって何かあげられる なんか、これ日本人にちょっと限った話になっちゃうんですけど、日本人って前からなんか。物には万物には感情があるみたいな感じの思想が強いから。自分的な感情が。あるって思ってます。なるほど。確かに昔から日本人っていうのはアニミズムって言うけど。こういろんなこう事物とか自然物にも。なんか精霊みたいなものがあるんじゃないか。なんかこう心的なパワーがあるんじゃないかっていうふうに考えてるから。それでこう。うん 感情的にそれを見てしまうのはこう日本人の特有の見方なんじゃないかってことだね,あそれ面白いね大きく変わるよね、その物質として海,あの海っていうのは物質としてだけあるんだっていう機械論的な世界観だけども物質としてだけあるものか心かっていう大きなところでね、うん、海,を海をそういう視点で私は考えたことがなかったから今、うん、面白いなと思った、ね、あの海を物質としてだけ考えるんだからそれともなんかこう 心を持ったような精神的なものとして考えるのかっていうのは面白いなと思ったな、うん。いやー、なんかもう尽きないですね。でも、ずっとこう対話し続けられるというか、みんなどう、ここまでどうでした？対話しとって、まあ、自分では、ま、あ、思いつかなかったなっていうのは結構ありましたね。それこそなんか自分、あの海、うあの人、人人、人目線から、あの、海を見るんじゃないかという、海目線で、あの、どう考えるのかっていうのが。 でもそ,それを聞いて自分もあ確かにそうそう言われてみればもしあそうなのかもしれないなって共感もできるのでなんかそそれをその対話を含めてなんかよりあの論を含めていくことができたのではないかなと思いましたね。森さんはいかがでしたか今日の議論を聞いて。そうですねなんかあっという間でしたね。うん、まあ僕は基本的に普段こうファクトを収集する。うん ためにまあ町に出てでそのファクトがどこに眠ってるかわからないから問いを立てて自分で検証しに行くっていうのは繰り返しなんですよねそういう意味で言うとこう哲学対話でまずこう問いを出していくっていうのは結構こうジャーナリストの仕事としてもこう求められるところでもあったし確かにメディアの責任としても立てた問いのね説問設定によって世論が大きく変わっていったりとかもするので。 すごくこう皆さんがその問いに対してこう真摯に向き合っている、うん、まあそういう場を作っている哲学対話、まあ、先生のファシリテーションも含めてすごく勉強になりました、うん、次回はいよいよ本質に迫っていきますけれどどんなことが期待できますかね。やっぱり、あのー、中心的な問いはこう どうして海を守るのか、あれはどうして海を愛するのか、そして海を守るときに、古いものから、まあ、今日はちょっと問わなかったですけど、古いものから脱却して、新しいことを考えようとすることはできるのかっていう、そこがその,その次の次のアクションとか、その提案ってことに結びついてくると思うので、それを私はなんか、次回以降、非常に楽しみにしてます、ね、本当に一人一人の言葉に対して、全員が耳を傾けて、でも、結果的に全員の世界が広がったように感じますよね。 次回はいよいよ本質監視に入っていきますどんな議論になるのか楽しみです岩内先生堀さん今日もありがとうございました、はい、皆さんもありがとうございました高校生の皆さんもお疲れ様でした福井テレビの YouTube チャンネルでは授業の様子をフルで公開していますこちらもぜひご覧ください